よし、ここでまたお金が補充されるね、物件持ってる人は。まあ俺ら持ってないけど。2年目、あと8年ね。あーでも1億入るんだ。いやでもまだまだだな。スポポさんってそんなに物件持ってたっけ。調子結構ちょっと待って待って、スポポさん一番資産高いじゃん。どういうこと。さっきのやっぱり2倍、持ち金2倍の分が結構あるんじゃん。いやありがたいですね。チョコチョコ入ってくるよな、うん、さて1,2,3,4,5か、5でぴったりだね。なんか5が出そうな気がする。あー惜しいなぁ。諦めろ。下に行くとどうなる。あーでもそこ上行けば、これさ絶対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 出てくるね。出てくるね。しかもここで新幹線を買っちゃおうかって話だよね。買いましょう。新幹線って4つだよね。4つ。いやこれでいつでもどこでも君たちを追いかけることができます。あーなんかポイントが貯まるんだ。ちょっと待って、どういうことこれ。どういうこと。これさ、どういうこと。そんなことある。すごい。いや、これはすごいわ。持ってるわ、ワンダ。さすがに持ってるわ。これ、え、ちょっとさ、早く入ろうよ。あ、来た方独占しよう。うわー、独占すると2倍になるんだけど。2倍。よし、OK。え、俺どうなんの。振って、動けなければとどまる。じゃカード使えよ。みんなのカード持ってんじゃん。あ、俺自分もらえんだ。ていうかさ、バキューム使えよ、バキューム。バキュームだよ、バキューム。みんなのカード使ってよ。じゃあ、みんなのカード使って。さすが。これ何これ。いらないでしょ。超いらない。いらない。おい、お前。いや、クレジットカード捨てなよ。クレジットカード捨てるって相当な勇気いるよ。相当だね。相当本来は本来は相当勇気いるけど、サクッと捨てるけど。いや、いらねえ。よかったですね、じゃねえよ。やってくれたね。あ、カード振れるの。振るしかないのよ。あ、じゃあまあ、振って動けないよ。うん、パスしますか。まあ、パスするしかないし、まあ、いいじゃん、金入ってくんだから。まあ、何もしないで金が入ってくるってこんないいことないよ。じゃあみんなのカード使ってよ。確かにね。みんな、もうみんな使おう、みんなのカード。うん、おぉ、ありがたい。いいね、いいね。ありがたい。ありがたいね。本当にありがたい。これがね、みんなのカードなんです。本来。悪かった。でも入っちゃえばいいんじゃないの。サクッと。1個しかないのを使おうか。使っちゃって、入っちゃってさ、サクッとみんなであれしようよ。いや、今入るとだってスポポにつくからね。そうで、スポポは出てこれないんだから。あ、宇都宮もね。あ、そう、金ないんだ。金ない。いや、入っちゃってもよかったんじゃないの。うわいや、なんかそろそろボンビーが変わるんじゃないかなと思ってね。怖いね。お、持ち時間の2倍の。こいつ、フック出てくんな。しょうがない、25マスだったらいっぱい持ってるんでね。見えちゃったけど、こんだけ持ってるんで。すげえ持ってる。え、溜め込んでたの。うわ、微妙だな。あ、つけられる。え、つけられるでしょうか。ピタリン、ピタリンでつけられる。カードだよ、カード。緑って誰。藤丸さん。藤丸でつける。藤丸さんだったら何のためらいもなくつけられる。で、これね、特急周遊引きますから、見ててください。飛び散りカードね。飛び散りカードってうんちを飛び散らせるんだよね。いや、わからないな。もうわかんない、全然わかんない。ただ、これはね、まあ全然わかんない。石川県とか。おお。石川県とか。もう、だってミカミックス入るんじゃない。うわー、まあでも、大丈夫かな。あ、全然大丈夫だね。今5月だもんね。うんうん、何もお楽しみってないんじゃん。ちょっと待って、お楽しみってない。うん、あ、ビンゴか。バケム使うしかない。ああ、なるほどね。まあ、止めはしないよ。だ、飛び地で使うからさ、この後。最寄りの駅か。最寄りの駅に行けるんだよ。
だから近くに行ったら使えるってことだよね、うん、使うここでダビングさダビングダビングしないで使う結構リッチな使い方したの今帰るとめっちゃ買えるじゃん。けど一番金持ってるじゃん。買っといた方がいいんだよ。もう特価1個カード持ってる人だからね。メイド喫茶好きだね。メイド喫茶でも前行ってなかった。スポポと三上俺とスポポ行ったね。行ったね。あ、ミカエル。お、え、こんな序盤でミカエルになる？すげえ。金には恵まれてるよな。確かにね。億単位でくれる。やばいやばいやばい。ダメだ。使ってくるね。いや、そろそろ本当にね、あり。あ、自由か。これはでも3日ミックス。イエー大丈夫大丈夫。いない。オードバギーか。上から行くとでも危ないんだよね。ほらいた。え、むしろつけられるじゃん。つけてくるね。いや、だっていつ進化してもおかしくないよ。もうだいぶこの状態でいるからさ。12ここまで来たらもうのんびり。まあ、宇都宮は餃子だね。独占しましょう。初めて独占したね。いや、俺も来たかった独占してっから。明日っけ？赤くなってる。5マスか。まあ1が出てもつけられるし、1か5でいいな。あ、5だ。よし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 、入った。オッケーオッケーオッケー。仙台もいい物件ありそうでしたね。高いのもね、あるんだよね、ただ。仙台。仙台。まだこの時、東北楽天ゴールデンイーグルスはないでしょいつのやつだっけ、そもそもスポポ初めて好きな。さて来た佐賀。うわー遠いねー。あ、こんな持ちとかいいね。政宗グッズとかいいじゃん。これちょっと2つ買っておいて。いや、さすがに現金もね、ちょっと取っておきたいからね。まあね、売る羽目になるからね、結局これか。しこりや。50マス。これ相当だらけるね。こっからの50マス。なんかない。大丈夫。何もないよ。何にもないよ。何もない。大丈夫。何にもない。何回か使い。ああ、いいね。何もないね。何にもない。カード。カード取るしかない。ないね。あれ。ただ。フェリーがいる。ああ、そうかもね。好きだね、お前が、ね、今3人旅してんの、君ミカエルと貧乏神と一緒ってこれなんだ、これとこれ違うか。お、これがわからないとこれか金はすごいね。でも貧乏神がそろそろね、3年目だよね。キングボンビーになってもおかしくない。カードもらいともあってんの。何がカードの場所。この辺かカードいっぱいあるよ。カードだね。なんとかに行けるあ？ダメなんですよ。佐賀に行けばね。あ、消えない。あ、まだいいじゃん。カードマスを1個消費するだけでしょ。あばしろ真逆だな結構思ってんでしかも、なんか取っときたいカードたちが、うん、徐々にてか、これカードのところにとどまるのもう意味なくない。確かに、それもなかなかリスキーだよね、今の持ちカードだと、うん。どこにいるの。あ、いた。遠ざかる。いいよ。いや、いいよ。めっちゃ遠ざかってる。遠ざかる。あ、いいね。ここはもう買うよ。薄皮まんじゅう屋さんを。豚肉弁当屋さんも買おう。まあ、いざとなったら新幹線持ってるよね。カート屋さんがね、OK、上にあるんだけど、これはちょっと駅に逃げ込むか。もう結構お金持ってかれるよね。持参券は売らずに済むから買っておこう。ハリケーンボンビーでも守られるんだっけただそんなよく覚えてんな。かなんか周りの人たちにまで被害が出たので覚えてるんです
自分だけじゃなくて確かに近くの人の物件も飛ばしてたような気がするな。特急系ないかな。いや、あったよ。9いらない。いや、9歩はいるだろう。9歩はいるよ。特急系くれよ。じゃあ9歩捨てようよ。あ、これいいね。だからいいだろ。何いらねえかな、これいらない。いやー、ブックマークも結構重要。だって、ブックマークしとけばその場所で戻れるんでしょ。そうそうそう、全国シェア。ヒトコーンは分かるでしょ。そうだよね。おや、おや、ちょっとやめて。おや、飛んでいくんじゃないの。やめてくれ。あれ、この時期にキングボンビになる。いや、あるでしょ。あるんじゃん、ウリボンビ。いや、こっからあるよ、こっからゴーあ、ミニミニちゃんだったらいいんじゃないですか。確かに。ただ、ミニミニちゃんからあの後、ゴーってくることあるよね。あるね。お、お、やった。え、特急主義いいな。取っといてよかったね、ダビングカード。そうだね、結果オーライ。フェアなプレイにしようよ、やっぱり。なすり付き合いとかそういうのってさ。みんなのこと本当になんかもらえたらいいかな。うんちけんしじゃない、うん、嫌いだ。6周3マスとかちょっと行く気がしたいな。特急使わない、特急で。まだその場所タイミングじゃないかなと思ってます。あ、間違えた。まあ8月だし、この辺はな、赤マスが多すぎるんだよな。確かに。また仙台仙台のやつ増資しよう。あれ、増資できないんだっけ、これって。今回できない。あ、できないんだ。じゃあ俺はダビング使うね。失敗しない。失敗とかあんのこれ。あ、違う違う、さっきのなんだ、そういうことね。いいね。髪がすげえな。ほんと。いや、これ、すごいいいね。8億近くあったのに。銀次がいるからさ、全額持ってかれるからね。いきなり全額だったよ。好きだな、みんなのカード。使えよ。使えよ。みんなのカード、だって使った後に動けるでしょ。動けたね、確かに。うわぁ、指定運賃捨てざるを得ないか。え、なんだ、あの、記念仙人だ。またくれ。おぉ、うん、結局何もくれなかった、はい、もう一回くれちゃう。ああ、それこそ。なんだそれ。最初の説明イベントか。あー、いいな。手袋って金か。いや、カードじゃん。ああ乗っ取りカード、みんなのカードだね。2枚あるしね。さあ、地味に進んでいこう。なんかいいカード欲しいよな。おっ、まあ、いいね、あって困るもんじゃない。これ何だ、この順番カードが分かんない。新幹線かが1枚、うん、1枚だけだとやっぱ持っときたいからね。4、虫眼鏡ドリル、これか。買われてるし。これが買ったのよ、さっき。下はいわき。ああ、マネにしてね。下じゃないか。1億くらいはちょっと取っときたいな。じゃあ、とっとと進む。まあ矢印に沿って進んでいけばいいんじゃん。まあ金あるからね、金は。言うことが違うの、ほんと。まあでも39マスいく間のボンビーさんが戻るよね、こういうの。戻ったら、あー、さようなら。まずいね。みんなが去ってくね。みんなのカードをまず使って、おい、おい、チキンゼロだ。
持ち金ゼロカード。全員もらえるんでしょ。いらないです、持ち金ゼロカード。知らない。全然嬉しくない。他人もできるでしょ、持ち金ゼロ。できないでしょ。いや、誰かの持ち金がゼロになる。あ、誰かの、うん、自分かもしれないし。そうそうそう。あ、そういうこと。それってなんかどうなんだろう、いいこと。自分が借金だったらいいんじゃん。 あ、またエアポートカードだ。いいな、ここにね。来て、やっぱり赤カードが効いてるね。そろそろデビルが消えてくれるって。まだいい、結構長いね。さあ、55マス。お笑いか、笑いか。まあ、お笑いは2個持ってるんで1個捨てましょう。刀狩りなんて持ってたっけ。最初のも持ってたんです。マジか、全然忘れてたな。いやー、借るよ。全然借りますよ。あれ、手は肉じゃん。いや、これはだから、なんていうのかな。あ、ぶっ。上に行かなければ、これはやろう。飛ぶの。飛びます。上行け、ヘリコプター。向きが、向きが、おお、すげえ。あ、どっち。しっか。微妙だね。早くしないとね、ちょっと。まあ、いいね。ちなみに、刀狩りカードって何。え、刀カード奪えない。惜しいな、惜しいな。人の。マジで。惜しいなってさ、説明見りゃ分かるから。あ、そっか。お、あ、撃ってきたね。一気だよ。50万。近くにいる。いいな。いや、今でもカードもらってもまたいいカードもらってもそれだけだ。ようやく消えたね。消えたね。そろそろ赤マスに入るのが怖くなる時期になったね。11月ってことで。秋葉でなんか買おうかな。残念。メイド喫茶しか買えない。59マスか。そろそろみんな近寄り始めるね。誰が遠いの。いや、俺とかじゃん、位置的に。軽井沢か前橋か。まあ、軽井沢じゃん、件の内容的にね。うん。すっぽぽ釜飯屋さっき見られてた。釜飯屋られてた。あ、でもいいじゃん、こっちも。いちごもんじゃん、もういい。いちごもんじゃん。いや、買っちゃおう。いちごもんじゃって何、ちなみに。そんな日もある。まだ入れないからね。どんどんすね。まあ、それしかないですね。上があるけど。あ、まあ、いけるね。まあ、おぉ。まあ、お金持ちだからね、うん、スポボビッチは。藤丸が58マスか。そろそろこの、なんていうのかな、マスの読み合いっていうか距離の取り合いになってさ。で、50。ちょっとここは一旦近寄ります。急行を1回使って。おっと。銀ゾロ。でもこれはなんか、なんかいいことが起きそうだよね。うんうん、ほうほうなんだ。特急。まあまあ、まあまあ、まあまあ。と、何脱粉だ。脱粉するんだろうな、あれ。お？近くにいる。さらに6マス飛ぶとか。最悪のカード。売るといくらするんだろう、今ちょっと気になるけど。どうしようかな。お払いかな。イエーイ。銀次さん、全部じゃ、全部やめてよ。半分か。半分かよ。
で、これが54か。一回カード見ると。すぐ忘れるから。刀狩り持ってるからね。いいカード手に入れても。すぐ使うよ、刀狩りを。16か。あと16。いけないことない。まあ、6×3 で18だからね、マックス。おぉしこれで、最寄りの駅カードを使えばいいんじゃない。本当、どうなんですか。こっちか。最寄りの駅って、どっちに行くの、ね、秋月に行くかもしれないね。確かに。デザート工場。買った方がいいのかな。いや、買わない。いや、デザート工場の収益率を見て決めたらいいんじゃない折り返し運転でーす。マジか。これで熊本に入れるよ。最寄りの駅カード使うと。いやー、距離を縮めてくるね。そんな。しかめだ赤だ。マジですか。遠ざかった上で。おー。ありがとうございます。で、近寄っておきましょう。特急いっぱい持ってるんでね。ね、こんだけ持ってるんで。便利な。早く使えよ。刀狩りカードも持ってるし。安心だな。全部1出ろ。全部1。そしたらまたいいことが起きるんじゃない。あ、悪くない。陸から行っても大丈夫かなと思います。全然遠くね。なんか逆方向が全然遠いな。全然遠いね。海しかないから海行きたくなかったんだけど、海はね一方向しかないんで。あ、でも貧乏神がつかないことが重要なんだ。そろそろね、そろそろ変身すると思う。鉄道はね買えないんだよね、どう考えても。一番安くても1000億。1000億とか何年やれ。ゴマスか。ゴマスか。9個かな。8いけなそう。なんかいけねえな。まあ、次のターンにかけるしかないんだよね。大丈夫。いけないから。光ってるとこしかいけないから。え？変えていけた。ここは無難に農園系を買ってきたわけね。なんだっけ。まあ普通にこれでしょ。まあ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 ね。西丸で56。これ今誰がつくんだろう。どっち、藤丸さんと三上さん。どっちからね。あ、でももう2回もらえばプラスに転じるじゃん。2回になる。ありがとうございます。まだ多いな。いや、多いね。さっきね、半額にされたから。貧しいものにって俺だって。5マスか。これはちょっと進んだ結果を見てきない。ああ、黄色だね。黄色だったら分かった。ほい。おお。いいね。ああ、47か。何枚やっても困らないのが特急カード。でもまあ進んでおくのは進んでおこう。勝負。3マス。これ回れるんじゃん。回れるといえば回れるよね。だからあれ使えばいいじゃん、特急周遊。なんか贅沢だな。で、いけるかなみたいな。あ、いけるね。そう、行きましょうよ。はい。すごい。いや、遠かったね、佐川。さすがに、さすがに遠かったな。まあ、あとはまたこっちの方の目的地にしてくれればいいんだけど。一旦で振り込む可能性もあるからね。近かったな。島内社長さん、いや、近づいておいてよかったな。確かに。はい。どこ安すぎて。
土壌すくいってなんか四国の方のイメージがあるんだけど。丸ボード屋って何ちなみに。丸ボード屋って何。丸ボードってお菓子ない。あ、そのお店なの。丸ボードのお菓子がわからないんだけど。どんなお菓子なの。なんか丸っぽいなんか子供向けのやつ。子供っていうか本当赤ちゃんとかなんかそんな感じ。なんかさ、ちっちゃいチョコボールみたいなやつのなんかサクサクするやつ。そうそうそう。あ、わかったわかった。どこちなみに。37の場所がわからない。全体マップ。全体マップでプラスをして。で目的地は真ん中そこだね、岡山県とか あっちのかな。てかスポポ意外に近くね。意外に近い。近い。いやでも一人で旅するよりさ、みんなで旅した方がいいじゃん。渡りにくい。ああいいね。あいいじゃん。運転カード捨てられるの。捨てられるよ。エンジェルを捨てるなんて贅沢なことする。乗っ取りいらねえだろ。いや乗っ取りはいるよ。これそれで結構いいカード出たと思う。デビルも出てくるね。ああ出てくるね。そういえば捨てた方がいいっていうと、まあ、副業だな。捨てちゃうの。おっと。これはカードが割られる。消してくれ。捨ててくれ。2枚わー。わー渡りに船の特化エッコか。ここでまあ進化した。よかったじゃない、エンジェル捨てなくて。プラスになった。ようやく一気にね。おお、いいねいいね。いやいや、思いのほか遠いぞ、48マスって。ってなると、特急カードかな。あー、でもやっぱこっちから行くのか。まあ、それだけやっぱ陸路が遠いんでしょ。一回宮崎の方に上陸か。遠いね。遠いなー、ほんと遠いなー。相当遠いよ。ビットビバスとか行けんの。いや行けばいいんじゃんって。どこにあるかわかんねえし。ぶって書いてある。いやすぐ近くに。いやぶっ飛んで北海道とかに飛ばされたら最悪だ。もう戻ってこれないでしょ。どうしますか。金がないけどな。まあ物件はいいね。物件はいいね。買ってるわ。決算近いかんね。いや全部買っちゃおう。まあ、1000万ぐらいだとなんかちょいって買えちゃう感じだよね。うん。スポットがゴールしてくれる。確かにそうするときついな。今みんな結構離れてるからね。それぞれ、ね、各個人が。うん。え今だと誰が一番貧乏が見リスク。いやー俺だろう。進めねー。初物件買えるかも。全然買えない。でまたカード捨てるんでしょ。あー福引きか。これも若いっしょ。まあね誰も間違いない。よし決算だ。この時は待ってた。ポポさんがね、去年1位だったけど。それはワンダワンダって言ってたよ。お、いいねいいね。上がってきた上がってきた。肉薄してきてるな。一人だ。あ、総資産がスポポだ、ね。あ、あるね。15億。みんな上がってきてるね。まあいい感じ。